でじゃあその、まあ、前後するけどもそれなりに昇進会のもう中核ですよ、筆頭ですよ、はい、筆頭株主みたいなもんですよ会社で言ったら。でそうこうしてるうちに何か生活上では、うん、信仰上の問題と、まあ、分けた場合ね、うん、生活上で正しい信仰してるのになんか変だなと思うことはあんまりなかったんですか？まあある程度、まあ商売もまあある程度まあ少しずつはよくはなっていて、自力、まあ、もう完全に自力だけでやってきたってことですね。今から思うと信仰の些細も何もなくだよ、なんなら訪問をやりながらその逆風の中で自力での力でいやそうは分かんないですけど、でもまあ健康でもあったし、まあそうですね、やっぱり一番大きかったの今思うとですね、やっぱり最初はこの家族って非常に仲が良かったんですけど、まあだんだんに家族が少しずつ疎遠になっていって、もう現在今の時点ではもう子供2人いるんですけどね、もう全くみんながバラバラになってしまって、もう息子と僕はちょっとはね、少しはこうやり取りあるんですけど、息子とその兄弟はもう全く縁が切れて、喧嘩して縁が切れて、私も娘と完全に縁が切れて、まあなんていうんですか、こう家族崩壊したような、まあ嫁さんも今の嫁さんじゃなくて前の嫁さんもがんで死んじゃいまして、まあそういうのも方々っていうのは本当に根深い方々でしょうね。まあ僕はね、ありがたいことに偽本尊を拝んだこともなく、学会だったけどね、まあその前にも脱会しちゃって、つまり日蓮聖宗のご本尊のもとだけでずっとまあ海を越れた。で今やっぱり自分の子供たちとね、幸せに昨日の話じゃないけどね、ライブやってちょっと出来が良かったから、家族LINEにもちょっと貼っちゃったわけですよ。すぐ帰ってきて「やるすげえ」みたいな「体型以外はね」みたいな「あ体型は別として」くそ実際そうだなと思って、あとすぐ長男からもバンバンバンってきて、でエモいじゃんみたいな、久しぶりに聞いたのみたいな、速攻できたのね。いやなんかやっぱ嬉しいですよ。そうですよね。これは本当にね、まっとうなねご本さんの元で本当家族仲いいんだよね。だからまあ確かに本当に正しい信仰だったら、それをまた正しくやってればね、家族がそういうふうに疎遠になっちゃうってことはまずないと思うんですよね。ただまあその中で耐えて頑張ってこられたからね、そんなに今、直接痛いとかっていうのはないと思うけども、いやだからその3年前からですね、ちゃんと長州に入信する前はやっぱりいろんなことでそこでやっぱり苦しんでたと思います。やっぱり先にその神様も亡くなってしまったのも、なんでだろうってやっぱ思ったりね。ちなみにおいくつで亡くなっちゃったんですけどね、55歳。早いよね。壮大夫婦とだもんね。そうですね。いやそれはやっぱ早いなってちょっと周りは思っちゃうよね。なるほど。それでやっぱり僕は疎遠になっていって、もう今もバラバラとね。これがもう重いやっぱり方々に対してする現象が出たのかなと思いますね。いくら商売が良くなってお金がちょっとぐらい良くても、もっとこう本当に人間の根幹みたいなものがね、やっぱりこうなくなっていってしまったっていうかな、そういうことを感じますね。そしたらまた戻るけど。